はい、前回の続きでございます。お金がないよね、基本的にね。基本的に労働者は少ないんだよな。我々の革命の栄光はまだわずかです。しかし、戦争、今までの解読と同じ。私は自問します、総督。君たち野蛮人にしてはよくやっ、喜びで心臓がバクバクしています。怖いもの知らずのリーダーを。はし、こちらボイスオブトロピカ。今日も素敵なカナルウーの日和。私はブローカーと呼ば、貴重な機会ですよ。違法なことはありません。つまり法を、プレジデンテ、あなたの才能。お金がないからね、何もできないんだよ。何これ、
メだ。急ぎください、プレジデンテ。この戦争が終わらぬうちに。お金がないからダメなんだよ。カナルウーノ、ボイスオブトロピコからのお願いです。国民は危機感を持ち、食事は控えめにして、戦時国債を購入し、信者たちは信仰と希望と慈愛、事実と向き合おうじゃないか。枢軸国よりも連合国側につく方がいいだろう。連合国の方がなんとなくイメージ良くないか。ここはあったかな、ココナッツ、タバコ、バナナあったかな、マスクはない、皮あったかな、肉、ココア、ココナッツ、タバコ、ココアないね。ココア、タバコはあるけど、ココアはない。バナナは、バナナ、バナナあるね。肉あったかな、羊か、
船の形が変わったな。10人ぐらいいるかな。204人になった。プレジデンテ、同志たちが浮き足立っています。非協力的な状態が何に。これがないからだ。戦況は今我々に圧倒的に有利との公式発表がありました。現在トロピコがどちら側で戦っているかは引き続きこの放送でお確かめください。もうゲームオーバーだね。これ以上寄っても赤字は膨らむだけで何にも面白いことがないので、あと2分ぐらいやってで終わりにしたいなと思います。2分30秒ぐらいやったら終わり。2分9秒ぐらい。復活しないね。もう赤字が膨らむだけで何も面白くないので終わりにしようかなと思います。